今日も来てしまいました。おはよう、クーザン。クーザンね、もうクーザンはね、説明いらない。だって食べたいんだもん ね。そういうことで、行っています。ポンちゃん、前回はね、ちょっとね、変わり種ラーメンで、今度はね、クーザンの、ね、空のぬくもりっていうね、お醤油味のぬくもり、それと山のね、もやし味噌ね、これでいきます。醤油と味噌、はい、そういうことで、よろしく。クーザンね、ついこう、なんか来ちゃうんだよね。ラーメン食べたいってなると一番最初に思いつく、クーザン行こうね。しかも朝早くからやってるんでしょ、ね、朝7時から7時からね、すごいよね。だから山行く時でもさ、低い山だったらさ、日帰りのさ、そういう時はさね、クーザン食べて山行くかみたいな、そういう感じでしょ。行ってますね。そういうことでね、今日も楽しみです、クーザン。肉そば。ポンちゃん、はい、これがエアジトルよ。この穴組みがまた何とも言えない。はい、はい、じゃあこの太麺とても煮干し系がね、よう効いてて、味玉ね、味玉さん、トッピング、トッピング、あ、入れるか、うん、あっちゃんも味玉さん、トッピング、はい、玉さん、このこのチャーシューはね、評判いいよ、うん、うん、いやいや、それはあれ、普通だからさ、うん、なんかね、油が香ばしい、うん、うん、チャーシューの油、なんか、いけますね、ボンちゃん、うん、そうめんね、うん、結構しなちくはこの薄広な、うん、じゃあ普通、うん、あ、いいよ、歯ごたえ、うん、味がね、うん、後からこう染みて出てくる、しなちく、うん、この肉そばのね、肉ってさ、ほら、僕ら意外と肉って弱いじゃん、うん、もうすぐ食べたくなるよ、うん、美味しい、
ごろっとしてるよね。ごろっとしてる。お店は第2店の売り上げも最初は1ミリのスタイルの店っていうのが先から売れる店で100万ぐらいある。ただ年間お客的には年間6000万ぐらい。ぽんちゃん、ぽんちゃんちょっと食べますか。おいしいやん。シェアタイム。ここは自宅に繋がればいいやん。そういうのもいいし、先月も100万、110万ぐらいになったけど、今月も80万ぐらいになった。うん、でも、その人たちが知らないよね。その人たち知ってる？知らない。結構多い。その人たち知ってるのか知らない。そう、結構、まあ一般の人は知らないんだよね。うん、うん、何のブランドなの？俺も最初そう思ってる。じゃあアメリカのもの持ってた。うん、だけで。ちっちゃい、ちっちゃい。山よ。ああ。うまいな。うん、美味しい。うん、キャンプやってる。どうする？放散する？ミヒに放散もうまい。使われるって言って先生使った後に入るんだからね。入るね。シューコで買い物するじゃん。うちの息子帰ってきた時に、うん、俺が住まって、じゃあわしをバーベキューやって、バーベキューやって店が全部新品持ってきた。でもね、やっぱ3分で、あ、これはダメだなと思うな。風、なんたらさ、風突然消えるやつだもんさ。このままスマートフォンの前なのに、沖縄設置したのに、まだ沖縄も行かない。で、ゴミなんだ。さっきな、土はこれ買ったんだよ。あ、これちょうだいと。これ何用の？ちっちゃいのあるよ。じゃあ、次これで、これ買おうよ。ゴミできるのこれ。コップ味噌のやつ。いや。あ、じゃあこれ買うしかねえじゃん。ここにいっぱい買ったんだけどさ。え、いろいろ買った。え、これ。これ、ポンちゃん、はいはい、どうですか、クーさん。クーさんは ね、定番の美味しさでございます。ガッチリ胃袋捕まっとるね。もうクーさんの、うん、ラーメンも美味しい、ね、ちょっとね、ここね、場所ちょっと分かりにくいんですけどね、49号線からね、ちょっと入ってね、そう、はい、ここに東方銀行、そう、東方銀行とね、JA 四つ葉会津番芸支店っていうのがね、ある。そのすぐね、斜め側にあってね、まあ大体北方ラーメンのね、この赤いこういうね、出てますから、まあこれ目印にすれば、まあわかるね。で、駐車場もね、何台？ 8 台から10台くらい、まあ止められるっていう感じでね、駐車場もすぐね、お店の前にあるで、ポンちゃん。まあそういうことで、クーさん、今日もごちそうさまでした。